ヤオ族は、中国古南省から、雲南省、東南アジア北部の主に山地に広く住む少数、民族である。ヤオ族はユーミエンもしくは、ミエン、キン金ンを、民族自称するが、中国では、ヤオ族、タイとラオスでは、ヤオ、ベトナムではザオと呼ばれている。中国のヤオ族は、ミャオヤオご族のヤオご群に属するミエン語、ミャオご群に属するプヌ語、タイカダイ語族に属するラッキャ語、 漢語を話す、同一のアイデンティティを持つ、諸集団であり、半数以上の人口は未援語話者である。東南アジアのヤオ族は主に中国との国境地帯に居住している。日常は未援語を話すが、儀礼の場では特殊な語彙を持つ、未援歌謡語や、雲南看護、関東語が使われる。中国では、ヤオ族は、武量版、語形版と称された。 古代古南の産地住民の子孫であるという説が有力である。ヤオ族の言語の多様性から、ヤオ族が南霊山脈を南下する過程で他の民族を吸収し、現在の分布に至ったと考えられ、シ族と系統的に近いと見られている。ヤオ族の多くは、半ンヒサという流剣が敵の王を打ち取る手柄を立て、漢族の王女と夫婦になり、その間に生まれた六男六女が、 ヤオ族の十二世の子祖となったとする、半ン佐護神話を有する。半ン佐護神話は、五官所南蛮殿に同系の記載があり、香山坊標高県庁という三地民の権利文書によって伝わっている。この伝承が四季に取り入れられ、後に日本に伝わって南宋里見八県殿に取り入れられたとされている。また、タイのヤオ族には、 南京にいた十二世の祖先が干ばつを逃れて、海に乗り出したところ難破しそうになるが、万光という神に救助されたという、氷日はるか抱え神話が伝わっており、半ンキサ神話よりもよく知られている。ヤオ族は主に産地で、自給作物と換金作物を栽培する、焼き肌農業を制御とし、地味が衰えるごとに移住を繰り返してきたが、各国での焼き畑の制限と低重化政策によって、 第二次世界大戦後は存落を形成するようになっている。親族組織は、不敬の姓を引き継ぐ、不敬出自を理念としており、どの国のヤオ族も、漢字の生命を持つ。タイのヤオ族では、慣習法として、一夫多妻も認められており、他民族との養子縁組もしばしば行われる。ヤオ族の宗教は固有のアニミズムと同教が集合したもので、人類学者のジャックルモワンは、 八尾道郷と称した、道郷的色彩が強く、道郷研究者からは、小一京系と見られている。ありがとうございます。